皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は、小学校4年生の国語、うなぎの謎を追っての2時間目の内容です。単元の目当ては、興味を持ったことを中心に紹介しようです。1時間目は、組み立てと大体の内容を捉えましたね。今日の目当ては、中を読んで卵を産む場所を見つけるまでの調査の道筋を確かめようです。中には何が書いてありましたか？うなぎが卵を産む場所を見つけるための調査の内容が書いてあったね。それでは、うなぎが卵を産む場所を見つけるまでの調査の道筋を確かめていきましょう。4段落から12段落を読んで、ワークシートにまとめていきましょう。まず、どんな調査から始めて、結果はどうでしたか？次に、どんな予想をして、結果はどうでしたか？予想をして、その結果、どうだったのかを読み取るんだね。まず、4段落と、5段落を一緒に読んでまとめてみましょう。90ページの4行目にあるように、卵を産む場所を探す調査は、より小さいうなぎ、レプトセファルスを追い求めることから始まったのですね。次に、5段落です。90ページの後ろから4行目に、うなぎのレプトセファルスが最初に取れたのは1967年、場所は台湾の近くの海と書いてありますね。そのレプトセファルスの大きさは54mm。下の段に書きましょう。さらに、このレプトセファルスが生まれた場所は海流をもっと遡った先にあると予想を立てています。予想は分かるように書いておくと分かりやすいね。どんな予想をしていくのか見つけていこう。それでは同じように6段落から12段落まで卵を見つけるまでの道筋をたどっていきましょう。教科書は91ページからです。られましたか？6段落目には1973年に筆者がこの調査に加わったことが書いてあります。海流の上流に行くほど小さいレプトセファルスがいるはずと予想を立てているよ。そうですね。だから調査の範囲を南や東へ広げていったんですね。その結果、予想通り、取れるレプトセファルスの体長は、40、30、20mm と次第に小さくなっていきます。91ページの図3を見ると、海流とレプトセファルスの大きさの関係がわかりやすくなりますよ。7段落には、1991年にマリアナ諸島の西、北赤道海流の中で 10mm 前後のレプトセファルスを約1000匹取ることができたと書いてあります。10mm ということは生後20日ほどのものだと分かりました。さらに20日分の距離を遡れば、親ウナギが卵を産んだ場所にたどり着けるはずと予想を立てているよ。8段落にはこれまでの調査で分かったことを整理したと書いてあります。7段落までは調査のことが書いてありましたが、8段落では整理という少し違った話題が出てきますね。7段落と8段落で
中が2つに分けられたね。また親ウナギが卵を産む場所を決めるときに3つの大きな改ざんが何かの役に立っているのかもしれないと予想を立てました。急段落には新月の頃に合わせて一斉に卵を産んでいるようなのですという予想が書かれています。93ページの図5のグラフを見ましょう。確かに新月の頃に合わせて卵を産んでいるのがわかりますね。3つの改ざんと新月の頃という2つの予想を立てて調査を続けたんだね。中段落には調査を続けたけれど何年も取れなかったこと、2005年新月の日、改ざん付近で5ミリメートル、生後2日のレプトセファルスを見つけたと書かれています。11段落には予想が書いてあります。新月の頃にフロントと改ざんの連なりが交わる地点で卵を産むかもしれないという予想だね。94ページの図6を見ると分かりやすいですよ。12段落では2009年5月22日についに卵が取れました。卵は2つと書いてあります。大きさはほんの 1.6mm でした。筆者が初めて調査に加わった時から36年の年月が流れていました。95ページにある虹色に輝く大きな歓声が上がりました。ついになどの表現から卵を見つけた喜びがわかるね。このように予想を立てて結果を出すことを繰り返して次第に産卵場所にたどり着いたのです。調査の道筋がよくわかりましたね。それでは今日の学習の振り返りをしましょう。ワークシートに書いてください。頑張ったね。次回は自分の興味の中心に沿って要約し紹介する文章を書きます。